国民体育大会の冬季大会が東京で開かれるのと同時に、今日から復興支援の一環として福島県郡山市でも大会がスタートしました。ここ郡山でも今日から国体が始まりました。開始式の前のイベントということで、アスリートによるスケート教室が行われているんですが、子どもたち一生懸命に選手になりきってスケート楽しんでいます。開催記念イベントでは他にも、郡山市出身でソルトレイクシティオリンピック4位の本田武さんらによるアイスショーが披露され、華やかにオープニングを飾りました。その後行われた採火式では、東日本大震災からの復興を記念し、火が灯されました。郡山市では明日から木曜日までスピードスケート競技が行われます。まあ、なかなか都内ではですね、これだけいい環境の下で、スピードスケートの競技ができる会場というのはなかなか得られませんので、まあ、今回郡山市さんから本当にありがたいお話がございまして、ここで開催させていただくということは東京にとって本当に良かったなというふうに思ってます。また、先ほど午後5時から行われた開始式では、地元バンダイ熱海の太鼓が披露されたほか、選手団が紹介されました。